はい、どうも翼です。ですね、早稲田アカデミーの係長の驚きの給料について語ります。でもね、不要な給与明細書がある方はツイッターにお送りくださいませ。チャンネルの概要欄か説明欄に連絡先載せてます。再生数の取れた方はね、詳しくはツイッターをご覧くださいませ。ではいきます。基本給が23万円、家族手当が1万1000円、役職手当が5万6000円、通勤手当が1万円で、月収が30万7000円ですね。賞与が年間2回で、119万9000円。年収が503万6000円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。